ついに確定申告の方も終わることができまして、もう生も根も突き果てて乾ききった状態のですね、寺港みやびでございます。乾ききった体にアルカリイオン水ですね、割りセットが有名です。よしと、さっぱりとしたラムネのような感じの香り、たまりませんよね。ちょっとカロリーは控えたいな、でも電解質取りたいなっていうね、そういう時のための新しいアイテムが出てるっていうことです。経口補水液 OS1 OS9 とか OS10 とかじゃなくて、厚生労働省許可個別評価型病者用食品100、200、300と厳密にいろいろ規定を守って飲んでくれということになってますね。 100ml あたりエネルギー 29kcal、 タンパク質 0g、 炭水化物 6.7g、 ナトリウム 49mg、 カリウム 20g、 カルシウム 2g、 マグネシウム 0.6mg。 OS1 の方はエネルギー 10kcal 少ないですね。タンパク質0、脂質0、炭水化物 2.5、 ナトリウム 115mg、 ブドウ糖 0.8g、 カリウム 78mg、 塩素 177mg、 マグネシウム 2.4mg、 リン 6.2g。 マグネシウム 2.4 ですよ。ポカリスエットのマグネシウムが 0.6 ですから、約ですね4倍近い感じのマグネシウムが入ってますね。キロカロリー27ですから、半分以下、3分の1に近い。いただきます。なるほど、これは甘みのないポカリスエットですね、まあ、あるいはちょっとねぬるっとした感じはコントレックスに近いですね。これはなかなかいいですね。 OS1 医師から脱水状態時の食事療法として指示された場合に限りお飲みください。いやいや、まあ確定申告して脱水状態なわけですから、もう自分の意思として飲みますよ。経口補水液 OS1 でした。